前回のファイナルファンタジー8寝顔かわいい。ああもうほんとこういうとこだぞ。そういうの良くないよな。他の女の子とデートした場所を、ね、別の女の子に紹介するなんてそんな良くないと思います。ベストフレンドフォーエバー。金の亡者のクソったれの大バカ野郎、あんたに相談したのが間違いだった。すいません、見ちゃった。自動のアホがシドがシードをね、はい、ああそういうことね。ではなんだ、シド学園長と魔女イデアのもの、あの夫婦のものか。保健室にいるのかな。あでも学園長室に来なさいって言ってたな。学園長室行くか。上か。あ、いない。あれ、学園長いないぞ。あっちか。ないな。やっぱ保健室に行ったか。行くぞ。やっほー。あれ、学園長は？学園長に妖怪会いたい。今学園長はね、門脇さん、もう大丈夫です。本当にいいのかい？ええ、もう十分泣かせてもらいました。無理するんじゃないよ、いろいろあるんだよ。大人にもいろいろあるのか。君たちには恥ずかしいところをたくさん見られてしまいますね。さて、どんなお話をしましょうか。じゃあまず報告しとこうか。報告次第。いやいや、それには及びません。大体何が起こったのか想像がつきますから。そうか。じゃあ一番知りたい、今一番知りたいのはマスターノーグだな。マスターノーグのことを教えてください。あれは趣味族のものです。一族の変わり者とでも言いましょうか。私がガーデン建造の資金作りに走り回ってる時に知り合いました。ガーデン建設に興味を示して私たちは意気投合。彼のおかげで、あ、お金でガーデンは完成。ところがガーデンの維持にも莫大な費用が必要でした。我々はそのお金を得るためにシードの派遣業務を始めたのです。農具のお金儲けのアイデアはことごとく当たりました。莫大なお金がガーデンに入ってくるようになりました。そしてガーデンは変わっていきました。最初の理想は失われ、真実は覆い隠され。この辺でいいですか。はっきりした態度を示さなかった私が一番悪いのですから。そうか。じゃあそのシードの本当の意味を教えてもらおうか。シードの本当の意味を教えてください。シードはシード、パラムガーデンが誇る傭兵。いやいや、君は何か気づいているようですね。俺はいつだって何も知らない。シードは魔女を倒します。ガーデンはシードを育てます。シードが各地の任務に出かけるのは魔女を倒す日のための訓練のようなものです。でも魔女が世界に恐怖をもたらす存在となった今、シードの本当の戦いが始まったと言えましょう。はあ、あれでもご夫婦。魔女イデアのことを教えてください。学園長の奥さんだと聞きました。そうです。イデアは子供の頃から魔女でした。私はそれを知りながら結婚しました。幸せでした。二人で力を合わせて働きました。とても幸せでした。ある日イデアはガーデンを作ってシードを育てると言い出しました。その計画に私は夢中になりましたが、
シードの目的だけが気がかりでした。イデアとシードが戦うことにならないかと。イデアは笑って言いました。それは絶対にないと。それなのに。これからガーデンはどうなるんですか？まずこの漂流状態を早く終わらせて、その後はガーデンとシード本来の姿に帰れるといいのですが。そのイデアが魔女の力に覚醒したっていうことなのかな。イデアは自体は魔女の力を制御できてないってことなのかな。あれ、これでもう終わりかい。特に話すこともないよな。一旦じゃあ自分のお部屋に帰りましょうか。美女二人を連れて自分の部屋に帰る。あれ、何も始まらない。学園長とお話しした。おっと、スコール、スコール。あのね、シド学園長知らない？保健室だ。事件な感じ？2階廊下奥のデッキ行くとわかるわ。船が近づいてくるの。もしかしたらガルバディアの船かもしれない。魔女が報復に来たのかもしれない。とにかく学園長に報告しなくちゃ。焦っているな。よし、私も見に行こう。2階廊下奥のデッキだ。ああ、間違えた。まさかガーデンが飛ぶとは思いませんでした。あなたは予想してましたか？忘れてた。さすが大物ですね。おお、突然だけどカードもらっちまったぜ。残念ながらカードには興味ねえんだ。先輩ガルバディアなんですか？どういうこと？ガルバディアのスパイだって思われてるの？船？ガルバディアの船か。ガルバディアじゃないな。シド学園長いらっしゃいますか？学園長はいない。お前たちはガルバディアの船か。あ、これあれじゃない？あの、まあ、仮にエルオーネとしたらエルオーネを連れてた人たちじゃない？我々はシード。これはイデアの船。我々は魔女イデアのシード。シード？そちらへ行きます。武器は持っていません。魔女イデアのシード？ガーデンじゃないのか。我々には繊維はありません。シド学園長にお話があります。シド学園長は？ここです。シドさん、やっぱりエルオーネか。エルオーネを引き取りに来ました。ここはもう安全ではありませんよね。そうですね。残念ですが、確かにそうですね。エルオーネ、あのウィンヒルのエルオーネか。スコール、君はエルオーネを知ってるはずです。ガーデンのどこかにいるはずだから、ここに連れてきてもらえますか？っていうか、こいつらなんだ？どういう関係なんだ？スコール。了解。確かエルオーネも魔女の力を持ってるって言ってたよな。スコール、エルオーネってあのエルオーネ？ラグナーが気にかけていたあの子よね。ああ、多分そうだろう。どこにいるか知ってる？じゃあ手分けして探しましょう。ねえスコール、エルオーネってどんな人？あっちの世界の登場人物だ。ちょっとよく分かんなくなってきちゃったな。僕このファイナルファンタジー8自体は
すでにもう一回プレイはしているんですけども、ストーリーの内容を全然覚えてないんですよね。ただ覚えてることがあって、これネタバレになるから言わない方がいいのかまあいいや、まあいずれわかることだしいいと思うんだけど、リノアも確か魔女の力を持ってたような気がするんですよね。ただ今はその片鱗は何も見せてないからあれだけど、ちょっとよくわからない。なあニスコール、もしかして LO ね。そう LO ね、あんたが LO ね、あの LO ね。どういうことだ、ラグナーを知ってるな。知ってる、大好きなラグナおじさん。教えてくれ、あれは何なんだ。ごめんねスコール、うまく説明できそうにない。でも一つだけ、あれは過去よ。やっぱり過去を見ていたのか。過去は変えられないって人は言う。でもそれでもやっぱり可能性があるなら試してみたいじゃない。過去を変えたいだって本気で言ってんのか、バカバカしい。あんたがやっているのか、あんたがあっちの世界に俺たちを連れていくのか。ごめんね。またかよ、またわけのわからないことで俺は混乱する。どうして俺なんだ。俺は今の自分のことで精一杯なんだ。俺を巻き込むな。ごめんね。俺を当てにするな。スコール、エルオーネはいた？あの、私です。大丈夫？エルオーネが囁いた言葉は、頼れるのはあなたたちだけなのだ。どうして人は人に頼るんだ。自分のことは自分で何とかすればいい。俺は今まで誰にも頼らずに生きてきた。辛いことも苦しいことも飲み込んで、そうやって生きてきた。確かに子供の頃は自分一人でなんて無理だったさ。いろんな人に頼ってきたけど、それは認めてもいい。いろんな人がいたから今の俺がいる。今は一人で大丈夫。生きていく手段も身につけている。もう子供じゃないから何でも知ってる。嘘だ、俺は何も知らなくて混乱してる。誰にも頼らず生きていきたい。それにはどうしたらいいんだ。教えてくれ、誰か教えてくれ。誰か、結局俺も誰かに頼るのか。お姉ちゃん、これはスコール、お姉ちゃん、僕一人ぼっちだよ。でも頑張ってるんだよ。お姉ちゃんいなくても大丈夫だよ。何でも一人でできるようになるよ。おっと、またまたおはろう。眠っていたわけじゃない。
そうですかね。寝言言ってたみたいだけど。教えません。な、散歩しよっか。またか。あれは私がガーデンを案内してもらったの。今度はお散歩。一人で行けよ。ここは安全だ。別に守ってほしいわけじゃないよ。あのね、スコール一人だといっつも眉間にしわ寄せてるよ。そんなんだからその傷治らないんだからね。せっかくかさぶたになってもすぐにポロポロ落ちちゃうでしょ。要するに、こんな私ではございますが、一緒にいればスコール様も考え込まなくて済むかなと思ったわけでございます。いかがでしょう、スコール様。まあいいだろう。ははー、ありがたき幸せ。さあ行こう行こう。あーあーセーブしてっか。行きましょう。今の感じだと、あ、皆さんこんにちは。学園長のシドです。久しぶりの館内放送復活、誠に喜ばしいことです。ああ。調子が上がらんの。こう、ドカッと大物が来んもんかの。大物が来てしまった。じいちゃん逃げろ、じいちゃん逃げろ。あ、でも引いてる。大物がこんな時に。おじいちゃん、よう逃げ出した。スコール君、シードのスコール君、すぐに学園長室まで来なさい。繰り返します。スコール君、学園長室まで来てください。皆さん落ち着いて行動してください。それからこれは大切なことです。ガーデンから出てはいけません。許可が出るまでガーデンから出てはいけません。ああ、スコール来てくれましたね。スコール命令です。キッセス・リノアを率いてフィッシャーマンズ・ホライズンに上陸。偉い人に会ってこの騒ぎを謝罪して我々に敵意がないことを知らせてください。同時に町の様子の観察も忘れずに。了解。どうして俺なんだ。どうしました、スコール。命令が気に入りませんか。別に。シードは単なるバトル要員ではありません。君にはできるだけ外の世界を見てきてほしいのです。行きなさい、スコール。何を言ってるんだ。あなたの責任じゃないんですか。深い意味はありません。君がフィッシャーマンズホライズンの人たちを怒らせたら大変ですからね。全部投げ合ってきたな、こっちに。ああ、リノアちゃんとの散歩が。新しい任務？来ちゃった。フィッシャーマンズホライズンに上陸する。目的はこの騒ぎの謝罪、街の様子の観察だ。フィッシャーマンズへは2階廊下奥のデッキから行くといいわ。ちょうど出口みたいになっちゃったから。了解。フィッシャーマンズホライズンね。2階、行きまーす。あ、そうそう、さっき言いかけたけどさ、あの感じだとエルオネって、お、なんだろう、ここか、ここじゃないよな。エルオネってスコールのお姉ちゃんなのかな。出てきたよ。察してはいると思うが、上陸前に忠告をしに来た。我々は戦闘行為が嫌いだ。街の中ではバトル禁止、それがこの街のルールだ。理解したか。はい。俺たちはガーデンの代表で来ました。敵対する意思はありません。
ようこそフィッシャーマンズホライズンへ。長くて言いにくいだろうから FH と呼んでくれ。町の真ん中に駅長の家があるから一応挨拶しといてくれ。駅長ってのは FH の長のことね。そのつもりで来ました。話のわかる人間で助かったぜ。は、駅長か。ずいぶん派手に壊れたな。申し訳ありません。ガーデンがコントロール不能になって避けることができませんでした。ああ、気にすんなよ。怪我人も出なかったしな。それに俺たちは壊れたものを直すのが大好きなのさ。まあゆっくりしてってくれ。ほうほう、誰だ。ああ、びっくりした。あの模様ってバラムガーデンだよな。そうです。知ってるんですか。あ、知ってるも何も。俺たちが色を塗ったんだぜ。ずいぶん昔だけどな。懐かしいな。駅長の件よろしくな。お、行くぞ。へえ。まあ、なんかものづくりが好きみたいなこと言ってたからね。ガーデンはここで作られたっていうのも、まあ、あながち。ここじゃないか。あ、さっきのおじいちゃんかな。どうも。バラムガーデンコントロール不能だってな。ちゃんと整備しないからだって。すいません。ああ、ずいぶんサビが。すごい、まあ。海に面していればまあこんなもんか。どうも。下に降りるのかい。そうする。了解だ。任しといてくれ。エスタに行くのかい。エスタ。線路の先にあるだろ。名だたる近代国家だが。違うのか。FH に来るやつは大抵そこと関係するから、てっきりな。交通が意外と不便で、FH から歩いていくのがベストなんだそうだ。なんとも間が抜けてやがる。そういや、ここに立ち寄ったのは事故だったんだよな。すまない。よし、乗ってくれ。エスタか。ラグナが以前、戦ってたというか、なんか追われてた？潜入してた？確かそこで戦ったのがエスタ兵だったよね。おお、あんたか。あれ、覚えてないのか。クレナのとこだったろ。そうだったか。よく覚えてないな。失礼よ。いや、改まれると帰ってやるよ。兄貴とリフト管理してるからさ、よろしく。兄貴とお湯だったろ。ああ、そういえば。その調子だとよくわからんかったようだね。まあいいさ、似た者同士、リフトで上がりたかったらいつでも声かけてくれよ。了解。もしかして、あんたシードってやつか。そうです。金さえもらえば誰とでもバトルするんだよな。それ、幸せな生き方か。絡まれてるのか、俺は。いやいや、いいんだ。他人の生き方なんかどうでもいいんだ。俺たちにさえ迷惑かけなければな。俺と同じ考え方だ。言われてみると、嫌な感じだ。一つ学んだね。うるうるうる、うるうるうる。あそこに目、あ、あそこかい。ずいぶんなところにあるな。これなんだ、太陽光パネルかなんかか。よいしょ。ん、上か。なんかあるな。なんかあるけど何もない。そう、何かあるけど何もないんだ。哲学だ。座りなさい。早速だが、いつ出ていくのかね。いきなりだな。ガーデンが動き出せばすぐにでも出ていきます。目処は立っているのかね。いいえ、ガーデンがどういう仕組みで動いているのかも分かってません。この町から技術者を出そう。彼らなら修理や整備ができるはずだ。これでどうかね。ガーデンに部外者を入れる。俺一人では決められないな。君たちに決定権がないのなら相談してきたまえ。
どうしてそんなに追い出したがるんですか？はあ、何か事情があるんだろう。どうでもいいじゃないか。君たちは武装集団だ。暴力による解決が基本だろう。我々の主義には合わないのだ。私たちは信じているの。話し合いで解決できないことはないってね。お互いに理解し合えれば戦いなんて必要ないでしょ。全く正しい。眠くなるくらい正しい。暴力は暴力を呼ぶ。だから君たちにはここにいてほしくないのだ。ガーデンに戻るぞ。まあ言いたいことはわかるわ。世界中の誰もが暴力を持たなかったらそれは平和だよね。悔しいわね。